はい、今日はなんと2日前に行ったスタジオツアー、ハリーポッターのスタジオツアー東京で買った購入品を紹介していきたいと思います。お供はお茶割りです。沸いている。ではどうぞ。まずショップ袋が可愛すぎる、ショップ袋はなんと大と小があって1枚50円、紙袋は1枚50円でした。紙じゃないのは私はこれを買いました。これを A4 サイズぐらいで、ここにもなんと書いてある。これは、しかもこの東京って書いてある。400円、これ400円。めっちゃお得。これともっと大きいサイズがあって、あとはこのビニールの袋が、店内にめちゃめちゃ種類があって、ちょっと選べなかった。次行った時また買うように1個だけで買いました。次、このキャップでーす。かわいい。どっからどう見てもかわいい。スイザリンの S。はい。かぶってみたいと思います。はい、こんな感じです。緑がおしゃれ。なんかスリザリンっぽくないというか、ハリーポッターのグッズっぽくなくて普段から使えそうです。じゃんじゃんじゃん。はい、このスリザリンのカチューシャを買いました。でもカチューシャってつけ方がちょっとよくわかんない。これとネクタイをセットでつけてます。はい、カラーはスリザリンの一番私が気に入ったのはこれです。キーホルダーとかつけれて結構しっかりしてます。2000円です。私はここを改造して携帯につけたいな、 iPhone ケースにつけようって思ってます。かわいい。そしてこれ、ちなみにこの紙袋は無料でもらえるので、お兄さんにくださいって言ったらもらいました。そしてですね、私がやったのはこのアクリルチャームコレクション。これは全8種類なんですけど、2パターンあって、なんでまあ16種類ですね。私はこっちのパターンをやったんですけど、もちろんスネーク先生狙い、一択狙いでやってみました。その内容はこの後動画に入れていきたいと思うので、何個買おうかな。2個、こっちもある、見て。え、いるよお兄ちゃん。じゃん、開封していきたいと思います。狙いはスネープです。スネープ雑。いきまーす。あ、見えちゃった、見て。ハーマイオニー。あ、よい。お願い、スネープお願い。お願い。あ、見て。校長、次。お願い。やっぱり990円だからな。せーの、なんでこれまだね、この2段階あるんですよ。これでスネープ出たら最高。最高、もうなんかスキップしてからです。いきまーす。カップルドマ。え、3連続ダンブルドア。え、すごくない、逆に。サンブルドア。サンブルドアかもしれない。せーの。やだ、怖い、せーの。嘘でしょ、嘘でしょ。4ブルドア。そうなんです。じゃじゃーん。なんと、見てください。校長が4。4ブルドア。こんなことはあるのみたいな。私結構違う箱から選んだんですけど、あ、これは1個売りもあるし、箱売りもあったので、
まあ、箱売りを買った方が良かったなっていう結果になりましたね。ぜひ校長欲しいよみたいな人がいたらコメントください。楽しいんだよな。あ、行きます。やばい、せーの、はい、わー、惜しい、すごい、やしゃーん、はい、惜しい、出ました、惜しい。はい、これは玄関に飾って毎日拝みたいと思います。で、これが1650円。でもその場で開封しちゃうとまた買いに行っちゃうんで、私みたいに気をつけてください。こちらじゃじゃーん、怪物的な怪物の本、怪物の本です。可愛すぎる。これはもう完全に一目惚れしました。お値段は3800円で、なんと本当にこうノートになっています。かわいすぎる。これはぬいぐるみコーナーのに売ってました。こんな感じです。かわいい。次はこちらです。はい、これはレターセットになってます。ほら、本当のレターセットってこと。で、なんか開けたくないんですけど、開けてみたいと思います。結構しっかりしてる。はい、このレターセット。じゃじゃーん。はい、これもポストカードですね。カッカバー。はい、これはステッカー2つ。これが700円。これはもう可愛くてすぐ買いました。もったいなくて使いません。あとはこれです。これは買ったっていうより、チケットを購入するときにオフィシャルガイドブックっていう選択肢があって、そこで選択して入り口で当日にもらえるんですけど、中身はその展示されてるものの写真になります。で、日本語バージョンか英語バージョンで選べます。ちなみにこれは、私はチケットを購入するときにしか購入できないと困っちゃうなと思ってこれをつけて購入したんですけど、当日の、ショップでも販売されていました。はい、今回の感想を言いますと、とにかく時間が足りない。なんか結構入り口に入るときに、まあ、4時間かかりますよって言われて、まあ、4時間なんてみたいな感じで入ったんですけど、本当にもうなんか内容がしっかりしてて、っていうか本当にどこを見ても面白くて、写真もめちゃめちゃ撮りたくなるような感じだったんで、まず真ん中にカフェがあるんですけど、そこに行くまでに私たちは2時間半ぐらいかかって、そこからまた2時間かで、私はトータル5時間半ぐらいかかって、それでも最後はもう7時半に閉園なんでって言われて駆け足で見たみたいな感じだったので、とにかく本当に満載すぎて時間が足りないなど、まあ、結構ね、本当に、まあ、なんか歩くんで、しかも結構平らな道をずっと歩くんで、とにかくスニーカーぺったんこの靴をおすすめします。あとはその真ん中にあるカフェが、カフェ以外にそのなんだろう、自販機とかもないんで、まあ、お水1本ぐらい持ってけばよかったなっていうのと、あとはトイレもあんまないです。途中にあるんですけど、本当になんか数が少なくて、あとは充電がマジで足りなくなる。最後は、私たち4人で行ったんですけど、全員 20% 以下になって、それでも多分ギリギリみたいな感じなんで、まあ、充電器を忘れないこと、持ち運びの充電器を持っていくことぐらいかな。めっちゃ自分の中で気になったのはそれぐらいですか。でも本当に見どころがありすぎるんで、私も情報が足りなすぎ、自分やりたかったなとかっていうことがいっぱいあったし、最後に時間が足りなすぎてもう全然見れなかったり、体験コーナーがいっぱいあるんですけど、その体験コーナーも結構並んでて体験できなかったんで、まあ、多分ここに行きたいなっていうのも目星をつけていった方がより楽しめるかなって思いました。はい、以上です。はい、お付き合いありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。